ラフルテールの商品を使ってお料理にお二人に挑戦してもらおうと思っていて、ラフルテールって言われてもさっぱりわからないんだと思うんですけど、こういうのって知ってます？ああ、わかります。なんかわかります。あのフルーツピューレっていうものになってまして、お菓子作ったりするときに使うんですけど、これあの白いものにきび砂糖を加えて、殺菌してこういうパックに入れて、お家でお菓子作る人用の商品なんですけど、今日これを使って、ドレッシングに挑戦してもらおうと思ってます。で、難しいかなと思ったので、こういうボトルに材料を入れて振るだけ。あ、簡単ですね、非常にっていうのにしようかなと思っています。 で、一応このドレッシングのレシピはここになるんですけど、このはかりを使って、で、材料はホワイトピーチピューレ、お醤油、シェリービネガー、それはオリーブオイルが、はい、と、お醤油です。で、ここを、置いてもらって、風体つけてこうどんどん測りながら、はい、普段お料理しない感じですか、お二人は。お料理します。じゃあ、する方の方からやっていただきましょう。するよな、いや、僕全くできない。本当ですか？はい、どうしてるんですか？一人暮らしとかじゃないんですか？いや、今実家なんですよ。去年一人暮らしにしたんですけど、寝らないが一回も成功せずに終わったって結構レジェンドが今日登場した感じですまあでも本当こうやって、はい、簡単にできる。お願いします。もう作らない、はい、もうそういう感じなんですね。結構ランナー。じゃあ今から作っていきたいと思います。めっちゃ慣れてる感じじゃあまずホワイトピューレ。あ、じゃあ僕読みます。あ、ください。はい。それください。これ、じゃあまず、ホワイトピーチピューレ、はい、130g 入れてください。こちらです。じゃあ 30g 測っていきたいと思います。はい、あ、これを入れて、こう置いて、はい。ディフェンダーだ。ちょっとわからなかった。はい。ドレッシングを作りたいと思います。サラダに。はい、本当はこういう感じのものを作りたいんですけど、なかなかちょっと準備できなかったので、ちょっとサラダ、そこにあるサラダ、はい、お野菜で、はい、ドレッシングを作っていきたいと思います。はい、これを乗せて、乗せて、はい、なるほど、これで今何グラムと、違う、これでゼロ。あれ、本当にお料理します？いや、できてんじゃん。で、ゼロで130、はい、測ってください。じゃあ、130g。ホワイトピーチピューレ、はい、130g。はい、入れていきまーす。でてて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 で、今日の朝から解凍してるの、ちょっとまだ足りなかった。なんか、あ、でもいい感じに。いい感じっすね。はい。はい、いいですね。順調ですね。順調ですよ、これは。美味しそう。桃と醤油なんですよ。不思議ですよね。でもすごい美味しいので、ぜひ。なんかあれですか、なんかみかんと醤油でいくらみたいなイメージですか。いや、なんか喧嘩しそうですじゃあこれも130の計算でいい。それこれをなんでもう一回しないですんだろう。もっと大体のってみたいどうですか。大体どんな料理になるんでしょうね。甘いのとしょっぱいのってなんか、はい、はい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 、OK です。はい、次なんで、それをシェフですか。シェリービネガー、そこにブレンドオイルを、はい、まあ、シェリービネガーを4g、 4g、 これ結構少ないんで、ね、慎重に、はい、はい、はい、いいですね。緊張して、これでもう一回、はい、ちゃんとカメラ目線、はい、はい、次はブレンドオイル、またお好みのオイル、まあ、これオリーブオイルってことです。あ、なるほど。
ちら入れていきます。もう上からだ。いいですよ。結構ハードなかなかハード。近場で。何グラムですか？40グラムです。40グラム、はい、結構。いや、どんな味になるんでしょうね。非常に楽しみですね。視聴者の皆さんも、どんな味になるか、ちょっとコメントとかしても面白いじゃないですかね。だいぶさ、コメント頑張ってそこカットされたらさ、嫌だよね。いや、ミスしな、気にしてあります。さすがリアンさん。出ました。はい。で、シェイク。お、シェイクですか。はい。これ一回入れて、はい。さあ、シェイクのライブね、どうなったの？見えた。どうやってシェイクするの？ビールクいけてる？開けてます？大丈夫です。そんな普通にシェイク。おお、いいね。波打つようなシェイクです。これカットされたら俺ほんと恥ずかしいんだけど、ちょっと見せてもらっていいですか。シェイク、俺じゃ考えない。いい感じですね。で、楽しみですね、はい、一応完成しました。ドレッシングが、これあのうちのホームページにレシピが載ってますので、はい、ぜひ挑戦していただきたいです。お家でも、はい、ホワイトピーチビルデのドレッシングです。はい、楽しみです。